こちらの方は平均台でありますダニエラ・シリバシュ選手であります。 29.437、 思ったほど得点が伸びておりません。1985年の世界選手権から世界のヒノキ舞台に登場いたしましたシリバシュは、種目別では全部で9つの金メダルを獲得しております。ただし今加納さんから紹介がありましたように、ロッテルダムの世界選手権はドブレの3位、ソウルのオリンピックは一番惜しかったんですがシュシュノワの2位、シュツットガルトの世界選手権は大失敗でボギンスカヤの12位でした。さあ演技が始まりました。この辺もシリバス選手独特の技であります。これはほとんどシリバス選手が始めた上がり技ですね、はい、もう多くの選手が真似をするようになりましたね。前方の宙返りです。ただボンタシとかあるいはラシオノワとかですね、軽やかな選手見てますとちょっと動きが重いなっていう感じはどうしてもしますね。そういうふうに思われがちですけれども、やはりジュニアの頃から小さい頃から難しい技をやってきまして、その途中でこのように女性らしく成長もしまして、それでいてまだこれだけの技術ができるというのは、やはりその技術が完璧なまで行われているから続くんでしょうね。なるほどね。同点跳びから後方の宙返りです。体操の女王です、ダニエラ・シリバシュ19歳。ソビエトへのライバル意識というのは相当のものがあるようでありまして、練習中でもシリバシは必ずソビエトの選手の練習を見ておりました。偵察という役目もあるんだろうと思いますがね。最後抱え込み2回宙返り、後転跳びの2回連続からの後方抱え込み2回宙返りであります、ダニエラ・シリバシであります。小菅選手の先ほどの床運動は 9.675、 39.087 で4種目全部終了しております。さてこの